私は米どころっていうことで、やっぱり私らお米に関してはまあプロの方ですから、じゃあ何をじゃあ今度は消費者の方が求めるのか、都会の人がどういうのを求めるのか、じゃあ特色あるものということで、まあ、安心安全というお米が板越しにありますよと、こいつに交流会ができればいいんじゃないかなと思います。足抜けやがる、どうだってもう本気で引っ張ったって足抜けやがる、わーすごいね、さっきヒルがいるんだけど、まあ、いるだろうな。あの初めてだったんですけど、すごく楽しくて、こんな初めての体験をするのはとてもいい思い出になりました。稲を切るときに大変なんだなと思いました。楽しかったです。やっぱりあの東京に住んでるとなかなかこういう機会もなくて、子供に自然を体験させたくて参加しました。江戸川区に住んでいるんですけど、やっぱりこういう体験ができないので今日やられて嬉しいです。